ディミトリオス・ビケラスは、ギリシャ出身の経営者で、1894年から1896年まで、国際オリンピック委員会の初代会長を務めた人物。シロス島のエルムポリで生まれたビケラスは、幼少期はしばしば病床に付していた。病弱だったために、とびとびにしか教育を受けられなかった。17歳の時、ロンドンにいる、おじの下で働くために家を出て、 最初は、ボキ係として働き、やがて共同経営者にまでなった。ロンドンにおいて、ビケラスは、中英ギリシャ大使の息子だったハリラオストリクピスの友人にもなった。ピエールド・クーベルタンが1894年に、パリで国際会議を催し、ここで、近代オリンピック運動が創設されたが、この時ビケラスは、パンヘレニック・ジムナスティッククラブの代表者として出席していた。 ももと1900年にパリで近代オリンピック最初の式典を開催するというのがクーベルタンの考えであったがビケラスはクーベルタンと新設された IOC に対して最初の式典はアテネで開催するべきだと説得した。当時の IOC 検証では会長はアジ開催地のある国の人物から選ばれなければならなかったためビケラスは初代の IOC 会長となった。 1896年に初めて開催された夏季オリンピックは成功に終わったが、その後ビケラスは IOC を大会し、別の分野へと興味を変えた。73歳の時、アテネで死去した。ありがとうございます。